AIM-7 スパロースパローは、冷静音射性の中射程空対空ミサイル。アメリカ軍における正式名は、AIM-7 で、誘導には、セミアクティブレーダーホーミング誘導方式を採用しており、指定外射程が可能である。なお、スパローとはスズメ、もしくは、スズメ化に属する鳥類全般の意。アメリカ空軍、海軍、日本の航空自衛隊など、 西側諸国の空軍を中心とした軍事組織で広く使用されるが、現在では AIM-120 アンロムや99式空、対空誘導弾などといったアクティブレーダーホーミング誘導方式が可能な新型の空対空ミサイルへの更新が進んでいる。アメリカ海軍が第二次世界大戦の末期に出した5インチロケット弾、バルを ビニムライディング方式で誘導するソラ対空兵器という要求に橋を発し、1946年5月にプロジェクトホットショットの下でテネシー州ブリストルのスペリージャイロスコープ車に1000から6000フィートの射程でマッハ1の目標を撃墜できる兵器の提案要求が出された。翌1947年3月スペリージャイロスコープ車はバルの直径5インチの玉体では 要求を満たせないとして、直径8インチの玉体を推奨し、海軍はこれを受け入れ、同年5月、開発契約が結ばれたが、スペリー社は開発と指導に専念し、実際の製造は、ダグラスエアクラフト社が、下請けとなった。スパローと命名されたのは7月のことである。ドイツのジェット戦闘機及び、日本軍の特攻機対策の空対空兵器として、 開発が開始されたとの主張もあるが、開発された目的は、ドイツ製 R4M 空対空ロケットがそうであったように、大型機や大型爆撃機への対策であり、構想された時点で、すでに敗戦直前でそれらを持たないドイツや日本は、無関係である。1948年1月からポイントマグーでの、試験が始まり、1951年1月、アムエヌマイナスにスパローとして、 正式採用が決まり、同時に先発が発注された。しかし当時の電子技術の限界から初期に生産されたものは1951年の生産開始から1953年の実験までただの一度も目標に命中することはなかった。誘導方式をアクティブ誘導方式に変更するなどコンセプトを一新したアム N-2S パロー2が、 ダグラスエアクラフトで開発されたが、1956年にキャンセルされた。1951年からレーセオンが、セミアクティブ誘導方式によるアム N-6、スパロー3の開発が始まり、1958年8月から配備が始まった。海 -4C に装備された AIM-7、海ベトナム戦争においては、アメリカ空軍の主力戦闘機械 -4 の、 主兵装として使用された。しかしなどの問題により、命中率は非常に悪く、実質一割程度であった。海マイナス14がまだ量産先行型で試験飛行を行っていた1973年6月20日、ポイントマグ海軍基地に配備されていた3機の試験機のうち1機がスパローを発射したところ、時期に命中する事故を起こして墜落した。湾岸戦争においては、 電子機器の発達やベトナム戦争での教訓もあって、高い命中率となり、イラク軍機を多数撃墜している。AIM-7M の模擬段階 -15C から発射された AIM-7P。ありがとうございます。